オプテージビルは、大阪府大阪市中央区上目にある、超高層ビル。オプテージの本社が置かれている。2015年4月、MID 都市開発により、新 MID 大阪京橋ビルとして着工された。2017年9月に竣工指名称は K、K オプティコムビルとなり、2018年1月には K、K オプティコムが入居し、新本社ビルとなった。2019年4月、 o オプティコムがオプテージと称号を変更したのに合わせてオプテージビルにビル名が変更された。敷地には以前、松下幸さんが建設した1974年、春工八階建ての京橋ナショナルビルがあり、松下電工の拠点として使われていたが、2013年に退去し、2014年に解体された。 新 MID 大阪京橋ビル新築工事着工に、ついて2015年4月24日、MID 都市開発株式会社、K、K-Opticom 本社移転の、お知らせ2017年10月26日株式、会社 K-Opticom、関電不動産開発株式会社、K、K-Opticom ビルのビル名変更の、お知らせ2019年4月2日、関電プロパティーズパナソニック大阪京橋ビル、 ありがとうございます。